毎日テレビやネットのお天気番組で爽やかな笑顔で天気予報を中継してくれるお天気キャスターの皆さん、そんな美しいお天気キャスターの皆さんにはいつも癒されますね。美人なだけでなく抜群のスタイルで視聴者を喜ばすお天気キャスターもいらっしゃいます。そんな綺麗すぎてしかも D カップを超える抜群のプロポーションを持つでかくて美人な女性お天気キャスタートップ10をお送りします。あなたの推しキャスターがいたら教えてくださいね。第12位、中西希。1991年9月25日生まれの現在32歳、血液型は A 型、芸能事務所のジョイスタッフに所属しているフリーアナウンサー、気象予報士です。また株式会社ウェザーマップと業務提携もしています。日本テレビ系早朝の報道情報番組おはようニュースライブのお天気キャスターとして活躍していますが、癒し系のルックスと明るい笑顔が視聴者の間で可愛いと話題になっています。中西アナを例えると、近所に一人必ずいる爽やかな優しいお嬢さんと言われ、人懐っこくて魅力的で誰からも人気者だと言われています。そんな中西アナですが、身長が164センチメートルと長身でスタイルも抜群、推定 D カップの隠れ巨乳として有名です。おはようニュースライブではニットを着用した際には特にデカさが確認できます。第11位、国本美香。1987年7月23日生まれの現在37歳、血液型は B 型、ウェザーマップ所属の気象予報士、気象キャスターです。早稲田大学在学中、ミスキャンパスにあたる早稲田コレクションにて代表に選出されるほどの美人です。大学4年で気象予報士を取得、スカパーのお天気専門チャンネル午後の天気心のキャスターとしても活躍しました。ニュース23、日テレニュース24、 NHK ニュース7の気象キャスターを歴任し、現在は JNN ニュース N スタに気象キャスターとして出演しています。そんな国本キャスターですが、N スタの気象コーナーで推定 D カップを披露。ネット上ではバレーボールが入っているのではなどでかいと話題となりました。第10位、片山美希。1991年3月7日生まれの現在33歳、血液型は非公開、ウェザーマップ所属の気象予報士、気象キャスターです。早稲田大学を卒業後、2013年に契約キャスターとして NHK 富山放送局に入局します。2015年に気象予報士試験に合格し、後 NHK 和歌山放送局へ移動。その後 NHK を退局し、ウェザーマップに所属、気象予報士としての活動を開始します。 TBS ニュースワードなどの気象キャスターや、テレビ静岡の専属気象予報士を務め、2020年3月30日より NHK 専属の気象予報士として首都圏ネットワークの気象情報などを担当、現在も出演中です。身長が150センチメートルと小柄な片山キャスターですが、美形なルックスと推定 D カップで視聴者から絶大な人気を誇っています。第9位、今井さくら。1999年3月30日生まれの現在25歳、血液型は非公開、立教大学を卒業後アパレル会社に勤務し、群馬県に配属されています。小学生の頃からテレビのお天気コーナーが好きで、仕事を退職して気象予報士の資格を取得しています。その後気象予報会社であるウェザーマップに所属し、テレビ朝日の気象デスクに勤務、テレビ朝日系グッドモーニングに出演しています。ネット上ではキュートなルックスが可愛いと話題です。グッドモーニングのお天気コーナーではニットやノースリーブから確認できる推定 D カップがデカすぎるとネットでは話題となっています。気象キャスターの他にも一日警察署長を務めたり、自身のインスタグラムを開設するなど活躍しています。第8位、山下香織。2001年1月30日生まれの現在23歳、血液型は非公開、 NHK 新潟放送局のアナウンサーで気象予報士です。大学在学中に気象予報士試験に合格し、ウェザーマップや生島企画室に所属し、気象キャスターとして TBS 土曜夕方1分間の天気予報番組ウィークエンドウェザーに出演、 TBS 系朝の情報番組ザ・タ
タイムなどの気象コーナーを担当しています。クイズ番組東大王にも出演。防災士英検11級漢検11級日本史検定2級を所持する才女として注目されると、推定 E カップのニットパイにも注目が集まっています。ネット上でも可愛いは正義、パイは正義、香りは逸材だななど話題となっています。現在は NHK のアナウンサーとして次期エース候補として注目されています。第7位谷尻萌。1999年2月10日生まれの現在25歳。血液型は AB 型。セントフォースに所属しているフリーアナウンサーです。スタイル抜群で清楚なルックスと明るく爽やかな笑顔が可愛いと評判。同志社大学在学中、大阪今宮恵比寿神社の新春行事十日恵比寿の福娘として活動しています。フジテレビ土曜朝の情報番組目覚まし土曜日のお天気キャスターに就任すると、以後の2022年からは目覚ましテレビの8代のお天気キャスターにも就任します。セミが好きで、捕まえたセミを胸につけたままお天気をリポートし、スタジオを騒然とさせたお茶目なエピソードを持っています。推定 E カップはお天気コーナーだけでなく、谷尻キャスターのインスタグラムや YouTube でも確認ができ、身長 164cm の長身でスタイル抜群、美脚も披露しています。第6位、黒田夏樹。1991年4月3日生まれの現在33歳。血液型は A 型。セントフォースに所属しているフリーアナウンサー、気象予報士です。法政大学を卒業後、2014年4月から NHK 仙台放送局の契約キャスターとして活躍します。 NHK 契約の終了後、静岡放送を経てフリーアナウンサーとして TBS スパークルに所属、 TBS ニュースのキャスターを務めました。その後セントフォースへ移籍すると、 NHK 首都圏ネットワーク内の気象コーナーを担当することになりました。フリーアナウンサーの活動と並行しながら気象予報士試験に一発合格されています。現在出演中の首都圏ネットワークですが、前任の市村さやかキャスターに引けを取らない推定 F カップで、ネットでは歩くだけで揺れる、首都圏くんは巨乳好きなのかなど視聴者が驚愕してしまう事態となりました。第5位、市村さやか。1996年5月22日生まれの現在28歳。血液型は A 型。セントフォース所属の気象予報士、防災士です。慶応義塾大学に在学中に気象予報士試験に合格、さらに防災士の資格も取得しています。身長 168cm のモデル級の身長と可愛らしいビジュアルで知られ、推定 F カップの魅力でファンを引き寄せています。特技は柔軟な体を持っていることで、その身体能力も注目を集めています。大学在学中から美しいビジュアルが評価され、東京ゲームショー2015のコンパニオンなどの活動をします。またファッション誌ペイの専属読者モデルに抜擢され、その後セントフォースに所属し、 NHK 首都圏ネットワークの天気中継リポーターとして出演。推定 F カップで人気沸騰となります。現在は日本テレビニュースゼロに出演、活躍中です。第4位、高安直子。1992年11月22日生まれの現在31歳。血液型は O 型。ウェザーマップ所属の気象予報士です。以前所属していたウェザーニューズでは旧姓の角田で活動していました。大阪教育大学在学中は橿原市の観光親善大使サララ姫として観光イベントや姉妹都市宮崎市との交流事業などに参加しています。卒業後一般企業に就職、営業職として活動していましたが、2016年にウェザーニューズキャスターオーディションに応募し、約2000名の中から見事合格をしています。その後はウェザーニュースライブキャスターとして活躍、気象予報士もこの頃に取得しています。結婚を機にウェザーニューズからウェザーマップへ移籍、東京 MX、堀潤モーニングフラップ、TBS、Nスタに出演中。身長 152cm と小柄ですが、F カップの迫力がすごいと話題となっています。第3位、吉井明子。1980年10月15日生まれの現在43歳、
血液型は非公開。株式会社極地風所属の気象予報士です。慶応義塾大学を卒業後、気象予報士の資格を取得。慶応義塾大学を卒業後、気象予報士の資格を取得。仙台、東京にてラジオなどの気象業務に従事しています。一般企業を経て防災士の資格を取得しています。その後、株式会社ウィングに所属、 NHK 静岡放送局に契約キャスターとして勤務。お天気キャスターとして活動します。現在は NHKBS 週刊 4K ふるさとだよりに出演中で、塾女の魅力とむっちり G カップで人気です。2009年第14回新橋小市祭り浴衣美人コンテストにエントリー。人気投票では1位でしたが、グランプリ受賞は逃しています。また同コンテストにはフリーアナウンサーの鷲見玲奈アナもエントリーしていました。相当美人が多かったコンテストだったのでしょうね。第2位、阿部佳代子。1996年6月18日生まれの現在28歳。血液型は B 型。セントフォースに所属しているフリーアナウンサーです。高校時代に大分県のご当地アイドルグループスパシオのメンバーとして活躍していました。早稲田大学在学中の2016年4月にスプラウトとマネジメント契約し、小野彩香さんの後任として目覚ましテレビの7代目お天気キャスターに抜擢され、現役大学生のお天気キャスターとなりました。2017年4月にセントフォースへ移籍し、グラビアや写真集、品川警察署長、麻生警察署の一日警察署長を務めるなど活躍します。また女優としてもドラマに出演しています。オリコンの好きなお天気キャスター天気予報士ランキングで第15回と第16回で1位に選出され、女性キャスターとして初めて2年連続1位を獲得します。目覚ましテレビのお天気コーナーでは際どい衣装と推定 G カップを披露、話題となりました。現在は目覚まし土曜日の総合司会を担当しています。第1位、ほかわかのん。1986年2月12日生まれの現在38歳。血液型は A 型。セントフォースに所属している気象予報士、キャスター、防災士です。美しすぎるお天気キャスターとして人気のほかわキャスター、15歳でファッション誌のオーディションに合格し、プチセブンの専属モデルで芸能界デビューし、16歳からキャンキャンモデルとして活躍します。この頃目覚ましテレビで天気予報を伝えていた海藤愛子アナに憧れ、気象予報士を取得。受験のためにモデル活動を休業していたため、その後しばらくは一般企業に勤務していました。その後レースクイーンを経験後、 J:COM やウェザーニューズで気象キャスターとして活動します。モデル出身なこともあり、身長が 171cm、 バスト91、ウエスト60、ヒップ90と3サイズが公表されてます。現在はアベマプライムに気象予報士として出演、驚愕のアイカップで視聴者を釘付けにしています。